ニュースを続けます。山大工学部の木戸淳二教授が塾長を務めるイノベーター育成塾の修了式と入塾式がこのほど山大工学部で行われました。イノベーター育成塾は有機EL研究の第一人者、山大工学部の木戸淳二教授を塾長に、米沢工場館高校の2年生が1年間研究活動に取り組むものです。はじめに修了式が行われ、1年間山大工学部の学生とともに研究に取り組んだ3年生3人に木戸塾長から修了証が手渡されました。続いて新たに入塾する2年生14人に向けて木戸塾長が入学を許可しました。2年生を代表して上野義人さんは次のように誓いの言葉を述べました。我々米沢工場館高校 CSS 部2年一同は社会課題を自分ごととして意識し、広い視野を持ち果敢に挑戦し、このイノベーター育成塾に臨むことを誓います。この塾は今年で9年目となりますが、今回入塾した人数14人は今までで一番多いということです。お世話になりますけども、どうぞよろしくお願いいたします。今後はそれぞれが希望する研究についてプレゼンテーションを行い、木戸塾長のアドバイスを受けた後、希望分野に沿った研究室に配属され、工学部の学生とともに研究を行うことになっています。